ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。はい、こんにちは、アポロです。今日はですね、レジリエンスというテーマでお話していきます。耳慣れない言葉かと思うんですけども、レジリエンスですね。この言葉、日本語に訳すと、反発力とか、ね、回復力とかっていう風に訳されることがあるんですけども、まあ一言で言うとですね、まあ、逆境から立ち直る力みたいな風に考えてもらうとね、いいかなと思うんですけど、まあ、ちょいちょいですね、ビジネスの動画とかを見てると、このレジリエンスっていう言葉を耳にすることがあるんですね。だからそれだけやっぱりビジネスにおいてもこのレジリエンスっていうのが、まあ、重要だっていうことですよね。まあ、ビジネスって常にこう順風満帆なわけではないですし、常にこう浮き沈みがあったりとかね、すごくうまくいっていたのに一気にどん底に落とされてしまったりとかね、してしまうことがあるわけですけど、やっぱりこのうまくいっている時っていうのは、まあ大抵の人はね、うまくいっている時っていうのは問題ないと思うんですよ。一番重要なのは、うまくいかない時にどういうね、心の在り方を持ってるのかとか、そういうところの方が結局その差を生むとかね、そこで簡単に諦めちゃう人もいれば諦めずに頑張る人もいるっていう、そこがね、こう大きく分かれ目になるかなと思うんですけど、単純にこの忍耐力っていうことではなくて、逆境から立ち上がる力ですね。忍耐力っていうのはなんとなく、なんていうんですかね、こう、うまくいかないときにただこう耐えてるだけみたいな、それがこう忍耐力なんですけど、レジリエンスっていうのはどっちかっていうと、失敗したときとか、こうどん底に落とされたときにそこから這い上がってくる力みたいなイメージなので、忍耐力とはちょっと違うんですね。で、このレジリエンスっていうものを身につけないと、特に僕たちみたいに一人でビジネスをやっている人っていうのは、なかなかですね、難しかったりするわけですよね。まあ、結局うまくいかないときにもう心が折れてしまってね、ビジネスを継続することはできない、まあ諦めてしまうみたいな決断に至るのも結局このレジリエンスとかね、まあ忍耐力もそうですけど、そういったものが欠如しているから、まあうまくいかないときに諦めてしまうというふうになってしまうわけなので、まあこのレジリエンスを鍛えていく、磨いていくっていうのが非常に重要になってきます。今もしね、聞いてる人がすごく人生順風満帆にいてもですね、今後どうなるかわからないわけじゃないですか。本当にね、人生をどん底と言われるような状況に直面する可能性もあるわけですけど、その時にもうダメだっていうふうになってしまうのか、それはもうビジネスだけじゃなくて人生全般に関しても同じことは言えると思うんですけど、もうダメだっていうふうになるのか、いや、ね、そこで希望を捨てずにまだね、頑張って這い上がりっていくのか、で全然こう人生が変わると思うんですよ、その後はね。だからそういう時にも絶対必要になるものだから、レジリエンスっていうのはもうビジネス関係なく全ての人がね、身につけるべき能力かなというふうに思うんですけど、まあ、このレジリエンスをですね、身につける上で重要な考え方はですね、やっぱこう失敗に対する定義ですね。失敗に対する捉え方、解釈の仕方っていうのは非常に重要で、失敗がこうダメなものだよとかっていうふうに考えると、やっぱりね、こうそれで傷ついたりとかね、落ち込んだりとか、っていうことになってしまうわけですけど、その失敗を、まあそのマイナスに捉えない。まあ、これはあくまでも成功に至るまでの過程の一つに過ぎないみたいな風に考えると、そもそもね、そのどん底に落ちるとか、その逆境に感じるような、ね、出来事があるとか、まあ、そういったことはなくなるわけですよ。だからまずは失敗に対する定義付けを変える。そもそも失敗がダメなものだっていう風になると、そもそも行動しないとかね、リスクを恐れて何もやらないとかっていう風になってしまうので、まずそこを、ね、変える必要があるわけですけど、あともう一つはですね、その物事の解釈の仕方、まあ、これもさっきの失敗のところにも関わってくるんですけど、こう点で見ないというかね、こう線で見る、長期的に考えるっていうのは非常に大事で、今この瞬間に起こった出来事、それだけを切り取ってみるとすごくマイナスな出来事、自分にとって不運な出来事に感じるかもしれないけど、線で考えると後々ね、プラスにつながったりとかっていうのがあるわけですよ。例えば会社をクビになりましたとなった時に、それだけ単体で見ると、うわ自分ってついてないなとかね、最悪だなって思うかもしれないけども、じゃあ例えば会社をクビになったことによって、もう起業せざるを得なくなって、そこから起業して、まあ、例えば5年後ね、すごくうまくいって幸せな生活を送っているとしたら、そのクビになったっていう経験は逆に自分にとってプラスになるわけですね。
そうすると、ね、それって決してその、まあ、落ち込むべきことではないというか、ね、に感じられると思うんですけど、そういうことが分かってると、例えば今すごく自分がどん底の、ね、状況にいて、もう本当辛くてしょうがないっていう時も、その先にそういう希望があることが分かったら頑張れると思うんですよ。だからそこに希望を持てるかどうか、結局人間が諦めるっていうのは、その希望が持てなくなったからこそ途中で諦めるっていうことをしてしまうわけですね。希望を持ってる人間っていうのは、今の状況がうまくいってなくても頑張れるんですよ。でもその希望がなくなった瞬間にもう絶望して、あ、終わったっていうふうになって諦めてしまうというわけなので、いかにこの希望を持つのかっていうことを考えると、やっぱり物事をですね、こう点で考えない、線で考える、全ての出来事はつながっていて、全て自分にとってプラスの出来事なんだっていうふうに考えることができると、今この瞬間にそういうね、まあ、大きな、不運な出来事があっても、それに落ち込むことなくですね、頑張っていくことができる。もちろん人間ですから、ネガティブな、ね、感情に支配されることってどうしても出てくるとは思うんですけど、その出来事に振り回されて、もう人生を、ね、台無しにしてしまうみたいなことはなくなるわけです。でこれってやっぱビジネスにおいても、ね、非常に重要で、まあビジネスなんてね、こう特に、まあ初心者の頃とか駆け出しの頃とかねっていうのは、うまくいかないことの方が多いですから、でそこでもうダメだっていうふうになっちゃったら、ね、もう続けられないじゃないですか。でもそこで希望を持って、今はうまくいってないけど、ね、きっと1年後とか3年後にはめちゃくちゃうまくいってるよっていうふうに希望が持てたら頑張れるんですよね。これもどっかで話したと思うんですけど、あのそういうビジネスとかに諦める人って、あの今この瞬間うまくいってないから諦めてるように思えるんですけど、実際そうじゃなくて、もうこのままやっててもうまくいかないだろうなって思うから諦めるわけですよ。今全然稼げてなくても、例えば1年後にね、もう100万稼げてることが確定してたら、おそらくもう9割以上の人は頑張ると思うんですよ。だってやってたら1年後には100万入ってくるわけだから、じゃあ頑張ろうってなるわけですけど、実際は、ね、その今この瞬間に稼げてないっていうところが原因で諦めてるっていうふうに思ってるんですけど、もっと根本をたどっていくと、それが原因なんじゃなくて、その先、自分の未来にもう希望が持てなくなったから諦めてしまってるっていうところがあるので、結局それがないとですね、もう這い上がっていくことはできないわけですね。もうボロボロになって失敗いっぱいして、恥もいっぱいかいてね、いっぱい傷ついて、もうズタズタになってる状態でどうやって頑張れるかっていうと、もうそこには希望しかないわけです。それが自分の唯一の原動力になるわけですけど、それがあるかないかによってその後の人生が変わるということですね。あの夜と霧でしたっけ、あのナチスかなんかにね、こう収監されて生き残った人の話がありましたけど、であれも結局自分は絶対生き抜くんだっていう、ね、希望を持ってた人だから生き残ったわけですよ。もうほとんどの人は殺されてしまったわけですね。命を落としてしまったわけですけど、彼自身、僕はあの話あんま詳しく知らないんであれですけど、まあ、そういう、ね、彼自身は絶対に諦めることなく、俺は生き抜いてここから、ね、絶対に脱出するんだっていう強い意識、まあ、希望を持ってた、絶対に自分はそれができるんだっていうふうに思ったから生きて生還することができたわけですね。そこの何がこう違いを分けたかっていうと、やっぱりその希望を持ち続けたかどうかっていうところも絶対に、ね、関係してると思うんですよ。なるとこの希望を持つことが非常に重要になってくる。このレジリエンス、本当に人生ね、もうそれこそその人にとったら、ね、ものすごい出来事なんじゃないですか。本当生死はね、関わるぐらいの大事で、そんな状況からでも立ち上がれるっていうのはね、すごい力を持ってるわけですよ、その希望を持つっていうことが。だから、今後ね、やっぱりうまくいかないこととか失敗とかね、辛くなるようなこと、うまくいかないだけならいいですけどね、もっとこうどん底に落ちる、もう絶望の淵に落とされるみたいなことはあるかもしれないですけど、そこで立ち上がれるのか、そのまま倒れてしまうのかっていうのはすごく重要になってくるので、そこで立ち上がる力、このレジリエンスっていうものを身につけることがですね、かなり重要になってきます。特に一人でビジネスをやってる場合っていうのは、誰かが支えてくれるわけではないので、仲間とかねがいれば仲間が支えてくれたりとかね、自分がいなくてもね、その社員の人がこう代わりに働いてくれたりとかってあるかもしれないけど、自分一人でやってればそういうわけにもいかないんですから、自分が倒れてしまったらもうそこで終わりっていうことになってしまうので、そうならないためにも、まあ、この逆境から這い上がる力ですね、レジリエンスを、まあ、磨いていきましょうということですね。